退路がすごいね、本当に退路が元気すぎるね。もう少しで会えるんかな、うん、ね。まだ顔見せたくないちょっと予定日まではもう少しあるんでっつってね。電話中も痛かった。電話中も痛かったんやけど。もし今近くのローソンでおにぎり買って病院向かってます。で、俺の次に体重がかかっちゃうよ。絶対痛くない。